痩せるために運動しなきゃいけないのわかるけど、めんどくさい日があるよね。一日休むと余計にめんどくさいよね。デッドバグを紹介します。体が硬い人より柔らかい人の方がやはり痩せやすいです。なぜかというと、筋膜が剥がれて運動の可動域が良くて関節もしっかり動く、そういった体を今回作れますんで一緒にやりましょう。スマホ見ながらできます。寝たまま膝をパクッと開いてキープです。できれば腰が浮かないように腰をペタッとつけてみてください。ペタッと、その状態で膝を楽に開いておきます。股関節の可動域が悪くなるとどうしても体がね、内側に向いてしまって変な姿勢になります。今度は右足だけ内側に倒しましょう。左側はそのまんま。片方は内ももが上向いて、片方は内ももが下向いてます。できればこの時もね、ちょっと腰浮かつける感じです。ゆっくりね、止まっとくと伸びる感じがありますよね。はい、反対は一緒です。片方内ももが上、片方内ももが下です。できれば腰の隙間を埋める感じです。こういうね、静的なストレッチっていうのはリラックス効果があるんで、結果的にね、ストレスが軽減されると食事の量が減ってきますんで、結果的に痩せることにね、つながります。さあ、今度は膝開いて両方内側で腰浮かつけます。腰が浮くとね、やはりね、体幹の力が抜けるんで、この隙間をピタッとね、ピタッと埋めときます。それで行きましょう。もし痛かったらね、たまに戻してもいいです。今度は片足伸ばして片足を開いてみます。腰を床つけます。浮く腰をね、たまにペタッペタッとつけてください。ここまでもしね、開けなくてもこのくらいでもいいですからね。できるだけ力を抜いて、伸ばしていきましょう。さあ、反対も同じです。片足伸ばして片足開く、腰の隙間を埋める。膝ね、開いてる方をね、しっかりね、力を抜いてください。力が入ると痛いんでね、力を抜くと楽になります。あー、伸びる。今度は膝を90度に曲げて止まっておきましょう。腰がね、床につけられる膝の位置です。このくらいでもし腰が浮く場合は、もうちょっと膝を曲げてください。腰が床についた状態をキープです。もし足しんどかったら持っておってもいいです。腰伸ばしましょう。
少しだけ揺れましょう。もし難しかったらこうやって肘ついてもいいで、スマホ見ながらでいいで。体幹使っていきましょう。右足を回しましょう。足付け根に回すの結構つらいんで、回したら一回床につけて足伸ばしてもいいです。できる人はね、つかないように、腰浮かないようにやってみてください。関節痛いよっていう人はね、床につけて足伸ばして、こんな感じでいいです。さあ、反対も一緒です。膝曲げたら腰を床につける、そのまま動かす。足をつけたら開く。人は腰床つけて足つかないように動かしてみて。OK、 今度は外から内側で伸ばす。股関節がね、ゴリゴリゴリってなってると思います。足を持ち上げて伸ばす。股関節をね、動かしながらお尻、腹筋使ってます。うわー、ゴリゴリなる。 OK、 今度は反対です。内回し結構辛いですよね。内転筋もね、使うんでね、意外と辛いかもしれない。ただね、使われにくい筋肉を使ったり、伸ばされにくい筋肉を伸ばしてるんで、めちゃくちゃ効果的ですよ。うわ、ゴリゴリやる。Filled your mind with doubt. You wanna stay true.